情報がね、なんか解禁になってきてたりとかもするから、ちょっと改めてみんなにねお話ししたいし、普通にみんな今日もお疲れっていう配信がしたかった。やっぱ特会受付中ですっていうさテロップにしたらうざいですか？いい？なんかもうね申し訳ないの、なんかなんていうの、このご時世なのにさ、なんかあんまりその来れない人だっているしさ、もしかしたらコロナになっちゃってる人もいるかもしれないし、なんか来てください来てくださいっていうのが結構内心辛くて、しょうがないんだよ、このイベントがあってね、私たちはこれがお仕事だからっていう気持ちもあったりとかするのそうグランパスさんのさやつも出る、 SKE の CD 購入デビューでお祝いできるの嬉しい。そうなの？嬉しいんだけど、おめでとう、初 CD 購入ですね、おめでとう。そうだからなんか少しでもなんて言うんだろう、画像とかでツイッターとか見てくれたかな、そう写真をね写真載っけてみんなになんか喜んでもらえるツイートになんか URL を添えるぐらいがいいかなと思ってそうしてた。こういう状況の中でもいろいろ楽しませてくれるのは感謝です。いやもうこちらこそ感謝ですよね、もうコロナ禍に入って1年以上経つけど、それでもねなんか会えない期間長くてもこうやって好きでいてくれる人はもう本当にみんな天使だよ。グランパスイベント参加初めてですか？そうなのよ、私初めて参加するの、そのサッカー系のイベントに。嬉しい、めちゃ嬉しいんです。ずっとなんか憧れてたんだよね、あのみんなさユニフォーム着てたりとかするじゃん、嬉しい。しかもそれがさなんかね選抜なのかな、あれは。そう一応選んでもらえてなんか嬉しかったです。その分拡散しておくよ、ありがとう、よろしくね。ね、せっかくトーク会開催するってなってるので、好きになってくれる人を増やせるように頑張るよ。今日肌がとてもツヤツヤして見える、気づいちゃった？そうなんよ、今日これほぼすっぴんで、すっぴんではなくて、主にどこをメイクしてるかっていうと、目と唇はもうがっつりいつも通りのメイクをしてるんだけど、肌がね固形のファンデーションをペペペってやっただけなの。そう粉状ので、いつもはなんかリキッドのファンデーションだったりとかコンシーラーとかを塗ってからその上に行わして、でなんかライブとかだとやっぱりねもうどんな画質にも対応できる肌でいたいからさ、その上から行わんその固形のファンデーション重ねたりとか結構重ねがちだったんだけど、今日もう何も塗らずに固形のファンデーションだけで過ごしてみようと思ったら意外にいけたの。いやー日焼け止めをさ塗ってさ過ごしてきた成果が出ました。今までその固形のファンデーションだけだとちょっとなんか黒いなみたいな、肌日焼けしてるのやばいなみたいな感じだったんだけど、嬉しい、気づいてくれる人がいるのが嬉しい。そうなんですよ、今日はこれで過ごしてました。でこれだとマスクしてても全然なんかマスクにつかないしめっちゃ良い。でチークとハイライトしてれば割とメイクしてる風には見えるんよ。で最近ハイライト買ったので、めっちゃおすすめのハイライトがあるからちょっといつかインスタに載せるわ。なんかすごい紹介しちゃおう。なんかルーちゃんがピオスさんにタンプルでもらったハイライトがあって、それを私が借りたのルーに、そしたらめっちゃ良くて、そうそれを買ったんですよ。超可愛い、あめっちゃ飛ぶね、これエグ可愛くて、これやばくない？宝石みたいなの、ちょっと見えないな、こういうの可愛くない？これめっちゃいいからみんな本当に、
トゥーフェイスドっていう、韓国かな、トゥーフェイスドっていうこのコスメブランドなんだけど、そのハイライトのマルチユースハイライターのダイヤモンドファイヤーっていう色味、なんかちょっとオーロラみたいな、なんか光に当たると光の具合によってはちょっとなんか紫っぽい光沢が出るのがめっちゃ可愛いの。めっちゃすごいジュエリーボックスみたいじゃない、可愛いよね。これをちょっとインスタにいつか載せたいな。ハイライトとは、ハイライトとはあの鼻とかここにシュッて載せたりとかすると鼻が高く見えますよだったりとか、このツヤ感わかりますか、このほっぺの、これ全部これ塗ってます。顎とかも塗って、これめっちゃいいから本当に女の子みんな使った方がいいよ、めっちゃいい。なんかなんていうの、ただの白じゃないハイライトって初めて使うの私、めっちゃいい、本当に良いですね。いやもう本当にみんなに紹介していきたい私のメイク道具を。あのファンデーション、固形のファンデーションはあのめっちゃよれないのがあって、あのシャネルの固形のファンデーションがめちゃめちゃいい。これしか使ってないんだけど、私ちょっと鏡ついてるから見せにくいから見せないんだけど、めっちゃ良いから本当に使ってほしい。僕も使えますか？使えるよきっと。さすがに買いだわ。なんか別にそんな安すぎず高すぎずだって、4000円ぐらいだった。メイクってなんとか急すると本当奥深深そう。漢字読めない、ごめんなさい。なんて読むの？探求かな。探検隊の隊だもんね。そう、めっちゃ良い。これこの固形のファンデーション良いです、本当に良いです。もう3年以上はお世話になってるはず、シャネルのやつですね。めっちゃ良いから本当に。ね、読めないの？なんかさあ、漢字はごめん。シャネルなんるるこれさ、もう入っちゃってわかんない。ウルトラコンパクトって書いてある。いやー、みんな可愛くなってほしいからさ、やっぱ女の子のファンの子とかは特に、男性のファンの方にはかっこよくなってほしいし、女の子には可愛くなってほしいから。パウダーファンデーションだよ。そう。そうそうそう。めっちゃ良いからおすすめです。ファンデーションとかはディオールで揃えてます。コンシーラーもディオール使ってる。そう、これノースリーブ最近買ったの。でもこれセールしてて安く買いました。マウジーだった。マウジー、これ襟が可愛いよ。可愛くね。いやもうほんと女の子に生まれてよかった。本当に女の子に生まれてよかった。ニヤマルがマジで白くなったのに焦って毎日日焼け止め塗るようになった。面白い。いいじゃん、みんなで可愛くなろう。みんな日焼け止めは絶対に塗った方がいいよ。これは男性も女性も男性も日焼け止めだけは絶対に塗ろう。本当に日焼け止め塗ると人生変わるから。なんか色が白いは七難隠すみたいな言わん？なんか言うよね、お母さんがよく言うんだけど。僕も可愛くなってくる、頑張って、応援してる。シャネルは香水使ってる。お、私も持ってるよ、シャネルの香水。あ、いい匂いだよね。肌白いからむしろ焼きたいんだけど、だって。え、でも夏になんかそうやって日ざろかな言ってなんかちょっと日焼けしてくる韓国のアイドルとかいますよね。おしゃれだよね。すごい、それがなんかかわいいというか似合うというか、おしゃれに見えちゃうのがすごい。日焼けするのを嫌いだから塗りますだって。仲間が増えた。もう手遅れレベルに焼けてしまった。いや、そこから今日から1年間塗り続けてみて、だいぶっていうかめちゃめちゃ白くなると思うよ。半袖焼けしちゃうんだよな、だって。半袖焼けか。私は日傘誘う。
させない人はもう日焼け止め塗りたくるしかない。30塗りぐらいしたらいける。そう、あの男性も日傘した方がいいと思います。おすすめです。いや私やばかったんだよ。私肌黒すぎて入った時、中学校1、2年生ぐらいで入ったんだけど、なんか黒すぎてやばいの、ごぼうって言われてたの私ごぼうだった。でも本当に今見返すとちゃんとごぼう。足とかもなんかカリンコリンでなんか黒いからなんかごぼうみたいだった。マスク焼けはね私も怖い。だから肌もなんか日焼け止め効果のある下地使ったりとか、写真とも言われてましたね。なんか細長いもの大体そうやって言われるかもでもごぼう好きだからいいやって思ってた。ごぼう美味しい。あ、ハートありがとうございます。確かにそのイメージはあったでしょ。そうなんですよ。私はここまで頑張りました。ほら白くない？割と白くなったでしょそう、サングラスとかしてますか？サングラスは2年前くらいにめっちゃ集めるのにハマって買いまくってたんだけど、今年まだつけてない。夏になるとつけたくなるんだよな。めっちゃ実は好きですって送ってくれるじゃん、ありがとう。実は好きですって言った人は特待来るべきだよ絶対に。もっと好きになるはず。サングラスはねストゥーシーとかがかっこよくてめっちゃつけてたかな。ナイスクラップとかも可愛かった、つけてましたね。懐かしい。でもメガネ屋さんのサングラスも普通に良い。街中でサングラスかけますか？かけてた時もあった。でも最近はつけてないかな。あのマスクするじゃん、マスクがあるとそのままサングラスすると結構不審者なんよ。だからマスクがなんかマスクそんなつけてなかった時代、まだそういう時代にはつけてました。ありがとう貝殻とタツノオトシゴ。あ、実は好きですって送ってきちゃったありがとうね、ありがとう。私はもうみんなからの好きと可愛いで生きてる生き物なんで、私そうインスタのコメントとか暇な時に見て、だからツイッターのリプ欄とインスタのコメント欄はもうめちゃめちゃ開いちゃう癖ぐらいに、もう癖になってるぐらい開くし、メールの返信とかも開くの癖になってる。気づいたら開いてますねそう、みんなチャンスは今なんだよ。トーク会申し込めるチャンスが明日の12時までっていう事実ね。前から好きです、ありがとう。マジで嬉しい。そう、あ、そう、最近インスタにさ全身写真載っけるのはいいんだけどさ、ハッシュタグみおちゃん人形忘れちゃって、ファンの人からの DM で気づくファンの人がなんかもう何件か来るの、みおちゃん人形ついてないよ、あごめんと思ってつける。トーク会申し込んだよ、ありがとう。やった嬉しい。なんかねめっちゃモチベにつながるの、そうやってなんか私に会いに行くよって言ってくれたりとか、会いたいって言ってくれる人がいることがすごく嬉しくて、なんかなんだろうな、トーク会って自分の中でなんかちょっと通知表みたいなところがあって、普段のそういう劇場公演だったりとかライブとかいろいろその活動ありますけど、そのラジオとかもそういうところで私のことを気になって、あ会いたいなとか応援したいなとか思ってくれて、ね、好きになりかけてる人だったりとかもう好きになった人とかも、そういうのがなんか集結するところがトーク会だなって思って、そう思うとあなんか毎日すごい嬉しいなって思う。いろんなみんなとの出会いがあって、こんばんは、こんばんは、どうも。
なんかすごいなって思う。本当に先輩方とかは一時受け付けてもうなんかめっちゃ完売出てるみたいな。いやーすごいよね、あれは夢ですね。すごくない？本当にすごいなって思う。でも私はねまだまだね出会える伸びしろがあるんでね、まだまだ頑張ります。押していて楽しい。だってありがとう。めっちゃ可愛いこと書くじゃん、恋の期末テストだって。なんかそういう曲なかったっけ、恋の傾向と対策みたいじゃない。名古屋は全部申し込みました、ありがとう、嬉しい。本当にこれだけは言いたいのはみんなね、体調には気をつけてください。元気が一番、元気があれば何でもできる。あ、チョコの奴隷か、みんなよく気づくね、すごいわ。恋の期末テストドキドキだよ、日常が採点される。初見です、ありがとう、嬉しい。ようこそみよまる沼へ。みよまる沼は楽しいぞ、よろしくな。これからジュリナさんが卒業して初めてのトーク会か。だってジュリナさん推しの方だったりとか、チュリさん推しの方はそうですよね。ちょっと寂しいってお迎えにはなっちゃうかもしれないけど、ちょっと待ってね、私いるんですよ。私いるから、あの私に会いに来てもらえばきっと楽しいトーク会にはなると思うので。ジュリナさんのピンク髪が可愛すぎる件について話しません？あのさっきかな、あのインスタにジュリナさんがなんか写真を載っけてて、ピンク髪可愛すぎてすぐ LINE したんだけど、ピンク髪可愛いですって送っちゃった。嬉しい。なんかもうジュリナさんの派手髪が好きすぎるんですよ私は。だからその派手髪にしてくれたことが嬉しい。可愛い。コスプレするの？コスプレはまあ考えてはいますけど、まだなんか何着るとかは決めてなくて、やっぱりそのさお洋服とかもさ今買ったところで、例えばそのな数ヶ月後1、2ヶ月後のなんか流行りだったりとかなんか売ってるものとか全然違うじゃないですか。だからなるべく可愛い最新のものを着たいなと思ってるから、私服とかもまだ全然決めてないし、コスプレとかも今自分がしたいものをなるべくしたいから、ね、今はウマ娘のサイレンス鈴鹿のコスプレがしたいんだけど、あれなんかアイテム集めるのめっちゃお金かかりそうだなと思って迷ってんの。そう、あんまり高いゴスロリとかを買おうとするとお母さんに睨まれるから。そう、どうしようかなって今悩み中。でもね、ハロウィン何かしたいの、それだけは考えてる。あの仮装、仮装といえば何ですか皆様、何がいいかな。セーラームーンのコスプレか。それはね考えたことあるの。セーラーマーズになろうとしたけど際どいね、あれ結構結構際どかったんだよ。ジブリキャラ、あー、ありありあり、いいね。ジャバミユメコ、ジャバミユメコもいいね。でもジャバミユメコなら髪の毛切ってこなきゃいけなくなっちゃうね、キメカットにしなきゃいけなくなっちゃう。魔女っ子か。そう、布面積考えたね、みんなちゃんと。あ、トーク会に水着とか無理だからね、ナミとか言われても絶対無理だから。そう、布面積ちゃんとね大事ですよ。そう、セーラーマーズに一回なろうとしたの。大富豪のあのイベントでそのコスプレボーリングみたいなバラエティ収録の時に一応候補としてあげたんだけど、やっぱ著作権とかの問題でできなかった。何がいいかね。そう、ウマ娘いいよね。
エミリータンはアウトやな。まあなんか布足しちゃえばできる。そう。でもなんかその服装が、その服が、服じゃない、服が見たいから来るんじゃなくて、ちゃんと私を見るために来てほしいの、私は。そう、私を見てほしいんですよ。そう、ちゃんと私を見るんだぞみんな、もしやったとしても。ラブライブ、いいね。ラブライブスーパースター見てる人いないかな、ちょっと喋ろうよトーク会で。いや最高じゃない、もう最高。本当に最高。春日、春日は、春日か。春日一回やったよな、やったんだよな。ゾンビランドサガ、え、めっちゃいい。ちょっと待って、でもなんかさ、みんなさ、これ何って言われること結構あるんだよね、トーク会で。え、ちょっとゾンビランドサガ好きすぎてライブ行きたいんよ、10月に幕張メッセ。でも行けないかな。牛切り、タエちゃんか。いや、フランシュシュになりたい。あ、実は好きです、ありがとう初見の方。お、レインボースターだ、ありがとうございます。そう、ゾンビランドサガは派手髪多いんよ。そう、なるべく地毛でできるやつだとありがたくて。そう、そうなんよね、地毛でできるのいないかな。初見です、ありがとう、嬉しい、かわいい、ありがとうね。初見の方はぜひ仲良くなりましょう、マジで。いつ好きになってもいい、ウェルカム。そう、黒髪ロングのキャラがいいな。ゾンビランドサガ見たことないから今度見てみる。見てみて、ハロウィン撮った方が良さそうだって。撮っとき、撮っとき、本当に今回だけはいかんな。東海帝王のコスプレが見たい。ああ、調べます。ウマ娘、おお、茶髪か。でもサイレンス鈴鹿もさ、茶髪なんよ。でウマ娘はね、ぜひともしたい。出遅れた、全然まだ全然間に合ってるよ。ゾンビランドサガのサガは、あの佐賀県のサガですよ。今日は SKE 劇場で研究生公演見てきた、だっていいね、いいじゃん。何がいいかね、善悪なくなったからあれだけど、衣装での握手会も好きだった。いや私もやっぱ衣装っていいよね、あんな間近で見れることもなかなかないし、衣装着てそういうイベントもぜひしたいですね。なんかチェキちゃんのさ、あのツーショット撮影会&トーク会、オンライントーク会のさ説明動画みたいなの私出させてもらったんだけど、それ衣装だったじゃん。でその衣装で撮ってるんだけど、本番はあの主役ですよっていうアナウンスをね、動画内でしてたんだけど、そのコメント欄でね、あの衣装でもお願いしますみたいなあったから、あ、やっぱみんな衣装見たいんだと思って、ちょっとそこでファンの方の気持ちを理解しました。あ、これいいよね、スパイ×ファミリー、これ読み方合ってるかな、夜さん似合うと思う。あの分かるよ、殺し屋の方だよね、ちょっと読んだんだよね、そうちょっとだけ読んだの、スパイ、あ、え、めっちゃいいじゃん。でもさ、この漫画読んだことない人がさ、ちょっと、そう殺し屋だ。今回は 初選抜記念だから、だって待ってるね。そう、インスタに書いたんだけどさ、ちょっとね、ちょっとのわがままをあのつぶやきました、インスタのストーリーに。皆様、充電が
残り 20% というお知らせが来て配信が切れてしまいました。申し訳ございませんや、ちょうだいTikTok に洗脳されてる。申し訳ございません、1000円ちょうだい、できれば2000円ちょうだい、ごめんね、充電切れちゃった。まばじゅう持ってきた。残り 9% だから勝った、だってやばすぎ。充電して、みんな充電して、画面を明るくして離れてみるんだよ。離れたら見れないけど、こんな見方してダメだからね。ストーリーの続きをお願いします。そう、ストーリーには書いたんですけど、なんかなんて言うんだろうな、まあね、もうお祝いはね、もう実際たくさんしてもらったから、なんかもうお祝いしてください、初選抜なんです、お願いしますみたいな感じは、なんかもうなんか違うなと思って、難しいんだけどね、すごく嬉しいし、もうここまでね支えてくれた人がいたからこそ入れたから、もう本当に嬉しい、ありがとうって、もうめちゃめちゃ伝えたいから、まあ、伝えるべきだと思うんだけど、そう、そうやって発信していきたいなと思ったけど、言っていいのかなと思って分かんなかったから、ストーリーで、はい、書きましたけど、わがままを言いますと、めちゃめちゃお祝いしてほしいめちゃめちゃ応援してほしい、応援してほしいじゃない、お祝いしてほしいし、初選抜をだし、そう、みんなにたくさん話しかけてほしいなと思うし、たくさん可愛いねって、めっちゃ好きですってめっちゃ言ってほしいの。おかしいぞ、みんなおかしいぞ、この充電コード壊れてるぞ、もうお母さん寝ちゃったから、なんか助けを求められないんだけど、充電がない。充電がない、ごめんなさい。選抜が発表された時感動して泣きました、だって。なんかね、嬉しいな。なんか私もその選抜とかに選ばれた瞬間とかはめっちゃもう嬉しくて、なんかでもこれ言えないもどかしさみたいなのがあって、みんなに伝えた時にどういう反応するかなってすごい思ってたけど、そうやって言ってくれる人がいるなら今までね頑張ってきてよかったなって思うし、あ、見てくれてる人いたんだなって思うからありがとう。充電切れたら寝ます、だって。やだ、ちょっとまだおしゃべりしたいから充電お願いながら保ってください。 iPhone、 あれ、モバジュつないでるんだよな、接触が悪いのかしらね。お姉ちゃん大富豪やってますか？昨日お姉ちゃんと PUBG してて、その対戦がその8時くらいにやってたんだけど、で9時になったからゴールデンベッドタイムだから一旦落ちるねって言って PPG をやめて、大富豪してたらお姉ちゃんもやってた、会いました私お姉ちゃんにそうで勝ったんよ、ドン勝つした。しーちゃんどうしてますか？しーちゃん今寝てるよ、ここで、ここで寝てる。そう、姉妹でドン勝した、ね、強いんよ私そう、お姉ちゃんに最近教えてます。レインボースターありがとう、実は好きです、ありがとう。
UPG にまたハマってます。楽しい、あれめっちゃ楽しい。打つのめっちゃ得意なの。初選抜の SMM スキピやったんでめっちゃ嬉しかったです。絶対にこのコメントは若者だ。スキピだったって、ありがとう。そのスキピは私の、私ですか、私、私青海さんのことかな。どっちもかな。武器は何が好きですか。武器はね、でも私最近ハマってるのはあの銃なんか撃ってると、あの一回倒れ込むんですよ、相手が倒れ込んで、でなんかどんどん体力が減ってって力尽きて死んじゃうパターンあるんだけど、その瀕死状態の人に一回銃置いてこうこうする、そう素手で行くのが好きですね。すっごいすごい嫌な話してます、ね、ごめんなさい。一押しと二押しです、だってありがとう、やったー、ありがとうございます。そうやめなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。でも銃だと避けられちゃうから弾がもったいない。そうだからちょっと余裕のある時は素手でいきます。いや楽しい、それとかは楽しいです。みおちゃんネックレスとかしますか。ネックレスはしますよ。この辺が空いてる、デコルテがよく見える服の時は特にします。楽しいんだよな PUPG。 そうなんですよ、弾がないと勝てないですからね、拳で。そうエコでしょ、そうエコないよ。でも私全然レベル低い、まだもっと強くなりたい。ワートリ見てスナイパーの大事さに気づいた。いやーそれなそれなちかちゃんかわいいよね。ワールトリガーだったら、私スナイパーしたいかな。スナイパーなんかかっこいいというか、私多分そんななんか駆け回って戦えない気がするから、じわじわやっぱ PUPG 勢としてはスナイパーでいきたいかなというところですね。みんなアニメ見てますか最近。ちょっとおすすめのアニメをいくつか紹介してもいいですか。みんなアニメ見てますか。最近なんか今期のアニメめっちゃ好きなの多くて聞きたい、だってあのね最近小林さんちのメイドラゴンっていうアニメにハマってての、あの第2期がね始まってて7月から、それを見てるんだけど、めっちゃ可愛い、本当に可愛い、かわいい。私も好きすぎて、あそう7つの滞在は見終わりました。私も7つの滞在のグッズとか見かけるとつい手が伸びる、めっちゃいい本当に。あとはラブライブスーパースターを見てください。テンスラも見てほしいな、テンスラも見てほしいし、テンスラの2部の、あ違う、第2期の2部が始まったのかな。あとまあ通り部じゃん、東京リベンジャーズじゃん。カンナちゃんやばい、かわいいよね、カンナちゃんマジかわいい。小林さんちのメイドラゴンに出てくるあのカンナカムイっていうキャラクターがいる、
合ってるっけ名前。マクロスのフロンティアとデルタ見てほしい。見よ。何見たい。あとはね、彼女も彼女これ見て、絶対見てほしい。彼女も彼女、これ多分私のこと好きな人が見たら、あ、みおちゃん好きそうだなって思うと思う。あのすごいやっぱ可愛い女の子が出てくるアニメが好きで、あの小林さんちのメイドラゴンと彼女も彼女、ラブライブスーパースター、もう可愛い女の子めちゃ出てくるから。あ、そう、あの主人公が好きな子がいて付き合うんだけど、その後にまた可愛い子から告白されて、じゃあ二人でその元々の彼女に二股していいか聞きに行こうみたいな感じになって二股し始めるんだけど、いや面白い、すっごく。でもね、主人公いいやつなんだよ。彼女も彼女はぶっ飛んでんのよ、めっちゃおもろい。ネタバレになっちゃうからこれ以上は言えないけど、みんなも見てほしいから見てほしいのとぜひ見てね。あのトーク会で話しましょう。アニメの話してたらマジで時間忘れるぐらい喋っちゃう私。でもまだ見たことないアニメも多いから、まだまだ見続けます。全然アニメの話以外でも全然嬉しいですよ。 SK の活動のことだったりとか、全然他のことでも嬉しい。ただ私のことが好きっていう気持ちを伝えてくれてもいいし、本当に何でも嬉しい。会いに来て喋ってくれたら。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。初見の方、そしたら百花のって漫画おすすめだって。見てみよう。ゾンビランドサガリベンジ見ましたか。もうやばいよね、ゾンビランドサガってマジ熱い。無理、ゾンビランドサガは曲が良い、毎日聴いてるもん。あ、そう、ライブのこととか聞きたいかな。最近そのさ、ライブとかでも神フレのツアーはさ、お渡し会とかがあったりするんだけど、お渡し会の時になんかチラッとよかったよって言ってくれたりとかするのめちゃめちゃ嬉しいんだけど、なんかもうもっと喋りたいなってすごい思うからね、ライブの感想をじっくり聞かせてほしいし、それすごく勉強になるからいいですよね、ゾンビランドサガ。はい、感想伝えたいことたくさんあるだってありがとう。アットジャムで会いましょう。そう、アットジャム2日連続で出るんですよ、なんと。嬉しい。あ、ボトムラインチケットが当たりませんでしただって。でもそんな方でも安心、配信があるよ。ボトムラインは今までのツアーは配信なかったけど、ツアーファイナルは配信あるので。これ私の尻尾じゃないから、これ私の尻尾じゃないの、猫なんよね、みんな。ナナちゃんだから。そうなんですよね、まさかの2日連続出演するメンバーっているのかな、あのアイドルの中で。なかなか珍しいタイプじゃない。1日目が8月27の SKE ですね、 SKE で、次が8月28のカミングフレーバーで、26がカミフレのツアーなので、私に尻尾生えててもびっくりしないって。なんでや、生えてそう。2日連続ストロベリー、あ、そう、ストロベリーステージっていうなんか可愛い名前のステージに立たせてもらいます。
え、そうなの。アーリンさんがももクロと別ユニットで2回出るだって。そうなんだ。あ、でも知ってる、なんかインスタで見た。めっちゃ可愛い衣装着てた。生えてても驚かないんだえ、生えてるっぽいだって。え、私って猫人間なのスケジュール帳がお仕事でいっぱいですね。でもそんななんか大変な日々ではなくて、割と充実して、そんななんか体を痛めたりとかすることなく、健康的に毎日ちゃんと寝れてるし、まあ一時期腰痛かったんだけど、だから腰痛持ちなんだけど私、全然最近は大丈夫だな。てかいい湿布に出会ったんよ。お母さんがね、いい湿布を見つけてくれて、それを貼ったらね、一発で治った。健康だよ私今、とっても健康猫娘、猫娘って妖怪じゃねでも私はあのゲゲゲの鬼太郎だったら猫娘になりたいです。可愛い、なんか年々可愛くなってるんでしょ猫娘って。可愛くなってるらしい、昔から比べると。いい尻尾教えてほしいだって。ちょっと今度お母さんに聞いとくねみんなも尻尾を欲しているんだな。見て、尻尾の正体こちら、野村奈々です。奈々ちゃんって呼んでください。私が尻尾の正体だよ。かわいい、かわいくね奈々ちゃんはね、いつ出会ったっけ、3年前ぐらいかな。そう、もう出会って長い。いつもショールームの時に来る猫は大体ナナです。かわいいね。嘘つきなダチョウは踊り歩いたり、いいやつアピールして油断させてるけど、ハンター、あ、ごめんなさい、ごめん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 、ダチョウじゃなくてワイネコだっけ。怒った、怒ってはないけど嫌がったそう、ダチョウ、今ダチョウが思い浮かんだから。いや、ダチョウいいよね。ダチョウめっちゃ好き。この前初めてやったんだけど、またやりたいね。実は好きです。ありがとう、嬉しい。奈々ちゃんのトーク会ついて追加してきました。奈々ちゃんトーク会開催決まったの、おめでとう。かわいい、かわいいね。でもなんか私のお家の猫を好きって言ってくれる人多いんだよな。なんか僕は雫推しですとか。嘘つきなダチョウの動画保存してるだって。私も持ってる、あの制服レジスタンスも持ってる。てか今までの私のなんかそういうステージの映像って、大体私はあの携帯の中にあって、プラスチックの唇とかもあるし、エスケープもあるし、あの卒コンの、何、友達がみおちゃんのスタイル本当に大絶賛してるだって。その友達連れてきてよ友達仲良くなりましょう。嬉しい、見つけてくれてありがとう売ってくださいだって、その映像あれだよ、あの卒コンの DVD で見れます。あの赤ピンとかも入ってる、私のあの卒業公演で、ジュリナさんの卒業公演でやらせてもらった赤いピンヒールとプロフェッサーも見れますよ。そう、でも私まだ下取ってないからね、下取りたいんよ。でもスタッフさんにもらえなさそうなので買おうか迷ってる。
っぱさ私一人がもらっちゃうとみんなもらえちゃうみたいになっちゃうからさ、すごい大量にね DVD が必要になるから。そうだよ、みんなあれ永久保存やからな。何かわいいんだけど、みおちゃんのショールームを見るためだけにアプリをインストールしてみました。だってありがとう、名前呼べなくてごめん、でも見えてるよ。嬉しい。何、私のこと好きなの？ありがとう返事を待たないっていうスタイル。むしろみんなもらえないんですか？なんかもらえる時ともらえない時があるよね。そう、でも数ヶ月後にもらえたりとかもするからそう、でも割と全部自分で買ってるかも。やっぱさ、なんか保存用、見る用、保存用、使用用とかさ、いろいろあるじゃんね。これは残しておこうとかさ、布教用もねやっぱ配りたいし、いるんよ。昨日は僕の誕生日でした、おめでとう。いつも応援ありがとうございます。良い一年にしましょう、共に。見習わないとだっていいのよ、みんな自分のお財布事情っていうのがさそれぞれあるからさ。おっと、猫同士の決闘が始まった。明け試験も当たったので初めましてできるの楽しみにしてます。だってありがとう、かわいい、ありがとうございます。女の子かな、嬉しいね。やったやった、私はとっても嬉しい。ね、だみんなのその事情を私はあんまり知らないからあれだけど、お任せするよ。野村家の猫は誰が一番強いんですか？かわいい、ゆずです。ゆずがいっちゃん強い。やっぱ私より長く生きてるんで貫禄がありますね。トーク会まだ申し込みしてない。だって明日の12時で終わっちゃうよ、とりあえず30受付がまだ4時とかあるのかな。なんか枚数制限とかがあるんだよね、1時2時3時は。1回も公園も早く行きたいなね。公園ね、なかなか決まらないね。私出たいんだけど、ゆずが一番強いよ。私はゆずより弱いから。トーク会誕生日当日の日があったのってすごっ。それはお祝いするから、あの今日誕生日ですって言ってください。お渡し会の時焦って全然話せなかったから、トーク会でお話できるの楽しみすぎる。だってわかるよ、お渡し会ってあれはもう緊張するよね。7人の圧が来るらしい。ありがとうレインボースター。3時は枚数制限なくなったよ。あ、そうなんだ。ふーん、せやねんな。4時から先着、4時はあるはず。そう、めっちゃ長生きやね。私18歳なんだけど、今多分同い年かワンちゃん19。トーク会誕生日前日だったし、その日行くだって。おお、すごい、誕生日の近い人多いのね。リリー&エマの T シャツは買った方がいいですか？あの、そうそうなんですよ、SDGs さんの T シャツですね。ちょっと8月30からなんでまたお知らせしますね。待っててケロ。まだ劇場で去年の研究生の青がしか見たことないので、チームエース公演見てみたい。だって来て、本当に来てほしい。公演見たらもうそりゃもうみおちゃん推しっしょ。いい、
でも私の装備で来てくれたら100倍見ると思うからサイリウムを振っていただけたらめっちゃ見ると思うよ。渋谷の私会は終始ドキドキしてました。可愛いね。お渡し会は CD もらうのに一生懸命で話すこと飛んだ。だっていやみんなやっぱ緊張するよね。知り合いに22年生きてる猫がいる。だってよっしゃゆずまだ生きれるぞ。そうだよ頑張ってね。ゆず長生きするんだよ。ジェル自信はある自分で言う、自分で言っていくスタイル。でも劇場の目標ってそこで、やっぱりなんかいかにその来てくれた人ってやっぱりそのもうチャンスなのよ私たちからしたら。もうどれだけこのステージでなんかねいいなって思ってもらうかが勝負だからね。実際そうでしたよ。だってありがとう。そうだから公演は好きになってもらえるように頑張ろうって思ってるし、毎回本当にみんなで頑張ってる。もう好きな場合はどうなりますか。それはもうもっと好きになるでしょ。もっと好きになるし、例えばあみおちゃんのここが いいなと思って僕好きになったのかなとか、いろいろなんかステージってなんか最初行った時とかはなんかテンション上がって結構あ楽しかったって、可愛かったなあの子とか、結構なんて言うんだろう、大きい感想が出てくると思うんだけど、やっぱりねたくさん重ねていくとすごい冷静にステージを見れたりとかすると思うんですよ。冷静にそのステージをパッて見て、なんか全体を見てるけどやっぱ私見てるみたいな、わかりますか。全体見ながら私見てたりとかすると多分なんかあいいなと思うところもしあったらツイッターとかにぜひ書いてください。見るんで。そう、冷静にステージ見た時にいいなって思える ところって絶対にあるから。好きになったやついるじゃん好きになったやつって言ってる人いる。やっぱ公演ってやっぱいいよね。私も大好きです。つられかけました。だってつられかけましたってここにコメントしに来てるってことはつられてるのよ。女性限定無料招待公演からのみおちゃん推し新規です。だってありがとう。あ、さっきショールームインストールしたってコメントしてくれた長い手足使って踊るみおちゃんに一目惚れしました。だってありがとう。だから DD になった。だってやっぱ結論何が言いたいかっていうと SKE 最高じゃねっていう話だよね。そういうこと。慣れしてるだけ。めったに行けないから毎回興奮しちゃう。だっていやーやっぱ公園っていいよな。私も公園大好きだからさ嬉しいね。本当に嬉しい。それなんよ。マジでそれなんよね。それなんだよ。でもそれがやっぱより多くの人に伝わらないとね、まずは興味を持ってもらわないと始まらないから。そうだからいかにその女性無料招待公演とかで興味持ってもらえたりとか、まあ日々のね活動ですよね。気を抜かず頑張っていきたいなと思ってます。後ろにラブライブのニコにいるの押せる。もう尊敬してるんで私ニコちゃんのこと。ニコちゃんはもう本当にアイドルの鏡ですからね。もうニコちゃんの言葉にどれだけ救われたか。アイドルっていうのはね、笑顔を見せる仕事じゃない、笑顔にさせる仕事なのっていう名言知ってますか、うん、よくね。もういいな。こんなにツインテールとかブリブリの衣装が似合うニコちゃんってすごいなって思うし、可愛くなりたいなって思える。ニコちゃん見るとそうなんだよね。好きすぎてコスプレしちゃったもん私好きすぎてコスプレしちゃうくらい好きです。いやニコちゃんは本当になんか、しかもねやっぱいつもツインテールしてるからさ、
髪を下ろした時のあの感動すごくない？いや、ラブライブは本当に好き。ラブライブシリーズは全部好きなんだけど、いや本当にね、見てるとね、アイドル頑張ろうって思う。なんかステージをそのラブライブに向けてなんか作っていく過程とかをそのアニメでね出てくるわけじゃないですか。もうそれ見てると私もレッスン頑張ろうって思うし、なんかステージでキラキラしてるキャラを見ると、あ、なんか私もアイドルだからこれができる立場にいるんだってすごく思うのね。だからもう頑張ろうって思うラブライブスーパースター見てますよ、クークーちゃんね。かよちゃん推してたわ。いや、やっぱみんな推しメンいるよね。虹ヶ崎からハマりました。だっていいよね、アクア本当に好きです。ラブライブシリーズめちゃめちゃ好き。しっぽかわいい。だってやばい、あと10分で終わっちゃう。早っ。まきちゃんかわいい。歌うまいですよね、本当に歌がお上手。 AKB49 見てアイドルすごいって思った。いや、そういうなんかね、わかるよ。そういうなんかアイドルのアニメ見るとすごいなと思うよね。わかる。スーパースターでドハマりしてる。だって私もね、ちょっと改めてそのラブライブシリーズっていいなって、ちょっと胸が熱くなりました。スーパースターは毎週日曜19時から見れるときはそれで見る。てかなんか YouTube で無料配信期間限定でされてるから、それで見てたりとかもするよ。そう、すごくやっぱアニメはね、アニメっていいのよ。アニメめっちゃいいんで、本当にみんなおすすめです。ミュマルは AKB49 読んだことありますか？読んだことないので読んでみたいです。気になる。でもなんかさ、世の中にはそういう作品がさ、もうすごいたくさんあるからさ、もう毎日忙しい。幸せ、本当にね、良いのよ。なんかみんながそんなにおすすめするなら見ようかな。めっちゃ見たいんだけど。わかるよ、イラストはわかる。大事なことはアニメや漫画で教わりました。だってそう、私も私のなんていうの、知恵っていうの、結構アニメからアニメで勉強してる的なとこあるから。そう、アニメで培いました。そう、アニメっていいな。毎日見たいアニメが増えちゃう。こうやってさ、アニメの話してるとさ、みんながさ、たくさんおすすめをあげてくるからさ増えちゃうじゃん。いいけどさ、彼女をお借りします、見たい。アニメイト行った時に可愛いって思ったのがそれだった。生身のアイドルしか興味ありません。はい、私ですね。ありがとうございます勝手に私だと言い張る。はい、私実際、私は3次元か、3次元のアイドルの推しは私でお願いします。ぜひともお願いします。最近ミレイちゃんとアニメの話してますか？だって。してますよ、してます。もちろんですよ。
みんな私の存在を忘れてはいけないんだ。忘れちゃあかんぞ。よろしくね。ちゃんと私推しでいてくださいね。いくらアニメのキャラが可愛くても、そんなことは忘れないで。頑張ってみんなのこと楽しませるから、頑張るから。本物の宮丸見たら惚れさせる自信ありだって、すごくない？本当に何してくれるんだろう、楽しみにしてる。自分からハードル上げにいってるけど大丈夫かな。みやさんが一番だって、ありがとう。いやでもこっから8月の後半が結構忙しいというかね、みんなにちょっと見てねっていうことが増えちゃうかもしれないんだけど、見てもらえたらとっても喜ぶので、ライブとかもね、やっぱね、見てくれてる人がいないとね成り立たないので、そう、見てくれて、私たちがその見てくれてる人にどれだけのパフォーマンスを届けられるかがね大事なので、見ててください。アットジャムって配信あるのかな。ハードルは上げて上げてくぐるって習いました。だってかっこいい。新しいスマホが慣れないです。だって大丈夫だよ、そのうち慣れる。そう、立て続けるなんですけど、怪我なく楽しみながら頑張りたいと思います。楽しみ増やしてくれてありがとう。だっていや、こちらこそみんながいてくれるから増えるんですよ。そうだから、みんなも生きて存在していてくれてありがとうっていう話。え、そういうことか。ハードルを上げて上げてくぐるってした、そういうことか。賢いね、賢いわ。めっちゃいいね。そういう考えだと楽かもね。そういうことか。いいね、その言葉とか言っちゃった。渾身のボケにガチレスしちゃうっていう、ね、違うやろって突っ込まなきゃダメだった。バラありがとうございます。ハードルはね、ハードル、陸上でハードルやってたことあるけど普通だったかな。指原さんの名言なの。へえ、ありがとね。アイテム飛んでくるね、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。すごい、割とずっと喋ってたんだけどさ、5000人以上が見てたんだね。さて、この5000人の中で今日私のことを気になってくれた人は何人いるかな。そう、やっぱみんなに気になってほしいからさ、まずはいつも応援してくれてる人は、はい、ずっと好きでいてください。よろしくね。ハードルね、そんな早くなかったんよ。ありがとね、みんな。改めましてなんですけど、トーク会の参事受付は明日の12時までなので、このあとすぐでもいいし、明日の12時までね、ぜひ悩んでいただいて会長と相談しつつよろしくお願いしますね。悩んでます。だって
これだけは言わせてほしいのは、悩むぐらいならもう来るべし、本当に悩んだら来るべし、そしたらきっと楽しい未来が待ってる。任せロリだって待ってますね皆様、お待ちしてます。あれは受付中なのかな、オンラインツーショットとさトーク会、あれまだ受付中なのかな。あれもいいよね、みんなとツーショット見たい。あ、オンラインまだ受付してんだ、いいよ、お待ちしてます。22まで、そうなんだ、ありがとう教えてくれて。じゃあねみんな、またね、ショールームフォローしといてね、バイバイ、おやすみなさい、今日もお疲れ様でした、バイバーイ、イエイエイ、すごい金魚鉢だ、ありがとう。